ああ。まじないは掘ってある。これで正気になるはずなんだけど。プレセオ、大丈夫？私、何をしているの？パパ。私、何してたの？いやー！パパの埋葬を手伝ってくださって。少しは落ち着いて。私、皆さんに迷惑をかけていたみたいですね。覚えてるのか？どうしてあんなエクスフィアをつけていたの？バーリという人からもらいました。やはり病気のパパをパパの代わりに働きたくて、斧を使えるよ。そうしたらバーリがロディルを紹介してくれて、サイバックの研究員に連れて行かれ。確かプレセアちゃんの実験は強ってことは、あのディザイアンと教皇はグルか。プレセア、君には姉がいなかった。他にご家族はいないの？妹が一人。高校に出てそれきりです。ママは私が子供の時に亡くなったから。子供の時って今も子供でしょう。ああ。とにかく身寄りがないならこの村に一人で置いておくわけにはいかないね。そうね。あの、私。どうし。コレットさんが連れ去られたのは私のせいです。だからコレットさんを助けるお手伝いをさせてください。便乗するようだが、私も連れて行ってくれ。お前たちの敵は私の因縁の相手でもあるようだ。もちろんだ。これ、はい、ありがとう。さあ、そうだな。巫女を奪われたか。また現れたな。ロディルは我らの命令を無視し暗躍している。私、内部分裂というわけ？愚かね。否定はしない。しかし奴は巫女を放棄せざるを得ないだろう。どういうことだ？巫女はあのままでは使い物にならんのだ。捨ておいても問題なかろう。冗談じゃねえ。何としてもコレットは助けるんだ。邪魔するつもりなら。ならばレアバードを求めろ。そして東の空へ向かうがいい。瑞穂の民もレアバードを発見している頃だろう。あいつ。まあいいじゃないのよ。役に立つなら利用しとけって。そうさ、とりあえず瑞穂の里へ戻ってみよう。じゃあ改めてこれからよろしくね、プレセア。よろしくお願いします。プレセアちゃん、俺様のことはゼロス君って呼ん。はい、ゼロス君。あ、僕のことは。ほら行くぞ。僕はジーニアスって。ああ、ロイドの大バカ野郎。Thank you.
どうも気になるわね。何がだ？クルシスの連中の悪巧みにでも気づいたとか？彼らはこの間からミコは使い物にならないとそればかり口にしている。コレットはマーテルの器になる素養があるはずなのに、どういうことなのかしら。言われてみればそうだな。ゼロスが使い物にならないって言うならわかるけど。確かにその通りだな。っておい、ユミコとかいってなんつこと。もう茶化さないでちょうだい。ことによるとコレットはまだ何かを隠してるのかもしれなくてよ。そうだな。オロチとクチナワって兄弟なんだろ？面白い名前だな。両方ともミズホの古い言葉でヘビって意味なのさ。でもそれが本当の名前じゃないんだよ。偽名なんですか？ちょっと違うけど、ミズホにはアザナっていう別名をつける風習があってね、本当の名前を隠す習慣があるのさ。へー、本当の名前はなんて言うんだ？さあね、それは本人と親と棟梁しか知らないよ。あとは結婚する相手だね。シーナさんの名前もアザナなんですか？ああ、そうさ。プレスヤちゃん、俺様シーナの本名知ってるぜ。え、なんであんたが知ってんのさ。シーナの本名は妖怪暴力鬼女って言うんだぜ。ゼラス！いや、ほら見ろ、暴力鬼女じゃねえか。シャツが出ています。え、どこ？私が直します。ありがとう。ジーニアスはまだ子供なんですね。え、子供なんかじゃないよ。僕だってもう大人だよ。
そうですか。そうですね。ジーニアスは大人ですね。そういうことにしておきます。もう、また子供扱いした。プレセアだって僕と変わらないのに。そうですね。弱者をいたぶるのは性に合わぬ。させるか。とこんすら。おまれつさん。はっはっはっ。とんはしょう。とんせ。たはっは。勝負にならなかったな。